おはようございます。今回は兵庫県神戸市にあるヴィッセル神戸の練習場、いぶきの森球技場からお届けします。さあ、そして今回はですね、先日9月3日にヴィッセル神戸に加入した元スペイン代表のファン・マタ選手に特別にゲストにお越しいただくことになりました。すごいですね。はい、しかも練習の前に来てくださるそうなんですが、すごいね。そういうことありますか？いや、ない。俺やったら断る練習前はやっぱ準備するから、やりたくはないですよね。終わってゆっくりやりたいなっていうのがあるけど、前はないね。聞いたことない。そうですよね。もう今回それを受けてくださったというところで、すでになんかお人柄がめちゃくちゃいい人なんやろうね。もう見えてきますが、何聞きます？いろいろ聞きたいね。もう俺はテレビで見てたから、やっぱマンチェスターユナイテッドの時とか見てたし、スペイン代表も見てたし、めちゃくちゃすごい選手なんで、いろいろ聞いてみたい。あと背番号のこととかもね、聞いてみたいね。はい。今回のキックオフ関西は、本戦の優勝争いが続くゲームハイライトタイムサバイバル、そしてヴィッセル神戸に今月加入した元スペイン代表のファン・マタ選手を直撃。まずはゲームハイライトタイムサバイバルです。さあ、残るところ、あと8試合になりましたね。早いですね。早いですよ。8試合かね、関西のクラブはね、はい、あれ争いをしてましたね。あれですね。あれですよ、楽しみ。ゲームハイライトタイムサバイバルとは、直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合うコーナー。J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦。 J1 リーグはいよいよ終盤戦に突入。優勝争いか、それとも残留争いに巻き込まれるのか、各クラブラストスパート。リーグを制し王者に輝くのは一体どのクラブなのか。4位はヴィッセル神戸、アウェー広島戦を前川選手がプレイバック。前半で2失点追う展開となったヴィッセルは後半30分、佐々木選手が仕掛けますが突破口は開けず、理想通りにことが運ばなくて、少し変化だったりとか自分たちの修正っていうところをもっと突き詰めていけない、いかないといけないなと思っています。ここで新加入ファン・マタ選手を投入。終盤戦のキーパーソンが J リーグデビューとなりました。ホーム最終戦のチケット販売がスタート。共に戦い抜きましょう。セレッソ大阪は鹿島アントラーズとのアウェイ戦。白いユニフォームのセレッソは前半13分、一瞬の隙を突かれ先制されてしまいます。後半35分、サイドからのドリブルが得意な新井春樹選手を投入。みんながこうボールを集めてくれるっていうのを感じてたし、まあ、すごい縦を警戒されてるなと思ってたんですけど、自分のこの持ち味はスピードとかスタミナとかなので、たらればを作らないようにじゃないけど、まあ、後悔するの嫌なんで、もうとにかく積極的にっていうのは意識しても全試合やってますね。終了間際、新井選手が獲得したフリーキックはゴールならず。チャンスを決めきれなかったセレッソは痛い敗戦となりました。舌は回るけど日本語苦手なんで、 PR は次節の大一番に向けて。残り7試合セレッソにとってとても大事な試合が続くんですけど、まずはヴィッセル戦、勝って、その次のホーム戦、湘南戦に、挑めるように頑張って勝ちます。ぴったりじゃないですか。OK だ。気持ちいい。ぴったりじゃダメなんだよ。ね。ちょっと余裕を持たせて手を振る時間がないですね。そう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 残念ながら、はい、ヴィッセルは負けてしまいましたが、ここで一回負けて崩れると優勝ってのはなくなっていくので、はい、本当に切り替えて修正すれば今のヴィッセルなら大丈夫だと思います。そして新加入のマタ選手が後半から、うん、入りましたが、そうですね、はい、どこで出てくるのかなと思ってましたけど、予約デビューもして、はい、まあ、負けましたけど、
まあ、このままねこの日本って独特で暑さもありますし、そこに早くこう慣れて、そうです、最後の残り何試合かで大事なとこでフィットしてくれたらもう最高の戦力ですから、うん、そこはちょっと楽しみですね。ここから毎回出てきますかね、やっぱり。やっぱ出していくと思いますよ。そうですよ、やっぱ慣れないといけない、まず、うん、選手って慣れるまでが時間かかるんで、その慣れるとね、持ってるものっていうのはすごいもの持ってますから、うーん、楽しみでしかない。そうです、はい、おはようございます。よろしくお願いします。はじめまして。すごい選手ですから、はい、はい、嘘でも言ってくれる、嬉しい。ゲームハイライトタイムサバイバル、2位は京都サンガ FC。 2試合ぶりの勝利を目指すサンガはアウェーで浦和と対戦。解説してくれるのは大久保さん、海手さん、1回の出演です。クザミンです。ありがとうございます。この夏札幌から移籍してきたキーパー、クソンユン選手。試合は京都が球際で粘り強く守り、闘志むき出しのプレーで浦和にゴールを許しません。集中力を切らさずに守り続ける京都は後半20分、クソンユン選手が右手一本でビッグセーブ。最後関根選手がセンターバックをブロックをして補正官という選手がよりこう楽な状態でシュートを、翔吾選手がこの自分の左側のコースを消してくれたんで、2位蹴ってくる可能性が高いんじゃないかな、まあ、自分の中ではそう思ってたんで、準備が良かったからこそ、まあ、そういう反応ができたんじゃないかなと思ってます、はい。90分間守り抜き、アウェーで貴重な勝ち点1を獲得。ということで PR タイムは15秒。上手な日本語と優しいスマイルは必見です。23日広島戦、サンガレスフェスタ先着3連目の女性にメッセージ入りカードをプレゼントします。ぜひ来てね。まあ日本語、うん、俺より上手い。1位はガンバ大阪、持ち時間は2分です。解説はガンバのメッシーノこと飯野選手と、不動の左サイドバック黒川選手。大久保さん、海斗さん、俺のワンツーを見てください。僕はこの大腰ひねりを見てほしいです。ホームアルビレックス新潟戦、公式戦でここ3試合点が取れていないガンバは終始強い攻撃意識で攻め立てます。まあ、アルバーンカップも敗退してしまって、チームとしても4試合勝てない状況だったんで、絶対勝ちたいなと思って試合に入りました。すると後半18分、黒川選手がメシノ選手とのワンツーで抜け出すと、これかワンツーは、おー、これだ。こぼれ球をメシノ選手が豪快に振り抜き先制。ワンツーっていうのは自分が一つ得意にしている形ではあるんで、味方に預けて自分が見切られたなと思ったタイミングで走り出すっていうのは一つ得意にしてるんで、間接的にですけどそのワンツーから得点が生まれたっていうのは一つ良かったかなと思います。腰ひねるの得意なんで、無理な体勢でもニア持っていける左右両方、それが自分の強みなんで、あそこからなかなかニアに持っていけないと思うんで、はい、まあ、よかったです。さすがメッシーノ。この後1点を返されてしまいましたが、スーパーゴールで勝ち点1を積み上げました。それでは2人でたっぷり PR をどうぞ。明日の浦和戦では明治安田生命パートナーで SDGs スマイルマッチ、人に健康を、街に元気をと題して、僕たち選手は入場時に展示シャツを着用して入場するなど、様々なイベントを開催します。また当日はポケモンセンター大阪からピカチュウとカビゴンも来場してミニゲームやグリーティングを行います。詳しくは頑張ろう大阪へ無理やり黒川選手が15秒ぐらい使ったね。マジですか、どうやったの。だいぶ片言な日本語で、めちゃくちゃ噛んでたよね。はい、もう無理だなってもう思ったもんね。最後無理やりねじ込みましたね。いい、なんか頑張らしい。うん、あの、はい、
あれワンツーからの大腰ひねりだったんですね、うん、あれねすごかったね。俺このワンツーもそうだけどこの飯野選手の動き、はい、最初ボールをもらいに行こうとゴール前に入っていこうと見せた、うん、それからディフェンスもついていってるのよ、うん、で飯野選手止まるでしょ。止まったことによってあそこのギャップがこう開くわけですよ。距離感がここでもう決まってるのよ。おで黒川選手が出した時のディフェンスの目線を見てディフェンスがボールを見た時に走り出す、うん、あもうノーマークですね。そうだから走られてるのもうディフェンスが見えてない、まあ、1回はねクリアされるんですけど、まあ、その後のメシの選手のところにこぼれてきたこのねひねりこっからニアに打つのってすごい難しいんですよ、うん、ほとんどの選手はフォアに巻いてシュートを打つんだけど、はい、キーパーも多分それを予想してたけど飯野選手はここからやっぱ得意って言ってたんで、はい、このひねれたっていうのがゴールにつながったんでしょうね。なるほど本当に大きな武器ですね。そう大きな武器だしこうやっぱ最近やっぱ得点も取って自信もついてきてるしうんそういう現れですよね。なるほどそのメンタル的なところも、うん、メンタル的なこのプレーにそうだからあそこに打てるっていうか。さあそして J1 の現在の順位表はご覧の通りです。ヴィッセルは C キープですね。しびれるね勝ち点1差見てる方はねめちゃくちゃ楽しみですけどね。はいワクワクしてますけど。ワクワクするし J2 昇格を目指し各クラブがしのぎを削る J3 FC 大阪と奈良クラブのタイムサバイバル。まずは FC 大阪アウェーで4位の富山と大事な一戦。白のユニフォーム FC 大阪は前半斉藤選手のクロスに合わせたのはキツイ選手。うわ決めるね、3試合連続さらに9月は4得点目の絶好調キツイ選手のゴールで先制しますがこの後逆転を許し悔しい負けとなりました。続いては奈良クラブ解説は3試合連続ゴール中の浅川選手。白のユニフォーム奈良クラブは前半浅川選手が相手のパスミスを逃さずゴールへ。あもう来るっていうのを確信してましたし、まあ、あとはその強いボールが来るか弱いボールが来るかで、まあ、どういう風にシュートを打つかっていうのはイメージできてたんで、まあ、僕今14点取ってるんですけど13点がワンタッチゴールっていうところで、まあ、全てその準備に集約されてるのかなっていうようなのがまさしく出たゴールだったかなというふうに思います。まあ、大久保さんには20点以上取れって言われたんで、いけるように残りのシーズン頑張っていきたいなと思います。告知は10秒どの選手が担当です。今回の告知は私鈴木大成がさせていただきます。10月28日の愛媛戦はタイワースグループデーです。先着でこちらのバッグをプレゼントします。奈良クラブの応援もバンビシャンザラの応援もよろしくお願いします。あうまいおお、うん、ぴったりぴったりね。キツイ選手すごくない。またゴールまた決めてるよ。やっぱりキックオフ関西のおかげですか。おかげだね。浅川選手もいやもうあのシュートはすごい、はい、14ゴール中13ゴールがワンタッ チもうザストライカーですよ。うんこんな落ち着いてループなんかうんおしゃれなこのシュートなんか J1 レベルのゴールよ。おーさあそれでは J3 の順位表はご覧の通りです。うわまた変わったね。変わりましたね。また変わったね。えこんな変わります。次なんか分からないねもっとね、はい、さあ大久保さん、はい、すぐそこに本日のスペシャルゲストが。いやねすごいですね、はい、それでは、はい、早速ドキドキしますね。お呼びしましょうか、はい、本日のスペシャルゲストヴィッセル神戸のバンマタ選手です。おはようございます。よろしくお願いします。見たことあります？はい、初めまして。すごい選手ですから。はい。はい、よろしくお願いします。なんかすごい優しいね、顔がね。はい。戦ってる方とはまた違って、うん、嬉しいですよ。大久保さんは初対面ですか？初対面ですね。まあ、テレビでずっと見てたらなんか会ったことあるような感じするけど、うん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 、初めて見ました。マタ選手は大久保さんのことをご存知ですか？知るわけないやろ。私も初対面ですけど、マジョルカでプレーしているのを見たのを覚えています。もう嬉しいね。嘘でも言ってくれる嬉しい。今月ヴィッセル神戸に加入した元スペイン代表のフアン・マタ選手。身長170センチ、体重63キロと小柄ながら類いまれなパスセンスと世界トップクラスのドリブルで
攻撃の違いを作るミッドフィルダー。2010年南アフリカワールドカップではスペインの初優勝に貢献。これまでプレミアリーグのチェルシーやマンチェスターユナイテッドなど世界的ビッグクラブで活躍。マンチェスターユナイテッドでは香川真司選手とも一緒にプレーしていました。リーグ初優勝を目指すヴィッセル神戸に欠かせない新戦力です。では又選手にサッカーのことからプライベートのことまでいろいろとお聞きしたいんですが、うん、そうね、はい、聞いていい？もちろんです。このヴィッセル神戸にこの移籍してくるこの一番 の, この理由って何でしたか？一番の理由は優勝争いをしていることです。自分のキャリアの中でいろんなタイトルを取ってきた経験があるので、まだまだタイトルを取りたい気持ちがあり、それができるチャンスがあったからです。もう一つは友人のイニエスタやビジャ、サンペール、ボージャンがヴィッセルでいい経験をしていたのを知っていたからです。あの移籍する際にイニエスタ選手にアドバイスをもらったり相談したりしましたか？イニエスタはこの町のこともクラブのこともいろいろ教えてくれました。素晴らしいファンが多く集まっていて、結果に関わらずいつでもチームをサポートしてくれると言っていました。あと家族全員が神戸の町をとても気に入っていたことも教えてくれました。そんな尊敬しているイニエスタがいたヴィッセルに加入できたことを本当に嬉しく思っています。あのこの間デビューしましたけど、実際にこうやってみて、こう選手のクオリティだったりっていうのは日本はどうだったのか？まずデビュー戦は負けてしまい、本当は勝ってデビューしたかったのですが、広島もすごくいいチームで難しい試合でした。感じたのは日本人選手のクオリティは高く、チームメイトと練習をしているとすごくいい選手が揃っていると思いました。日本のサッカーのレベルというのは、最近の日本代表の試合結果を見れば分かるように、日本サッカーのレベルの高さに僕はすごく満足しています。なんで背番号64、あれ何なんかな、こう見てて。僕の父も母も1964年生まれで、2年前に母が亡くなって、それ以来前のチームのガラタサライでも64番をつけて、引退するまでは64番でプレーしたいと思っています。素晴らしい、すごいね、思いが込められてる数字なんですね。又選手の加入についてチームメイトに聞いてみました。まずは吉田監督から。彼が、経験してきたことだったり、そういう部分をチームに還元してほしいですし、まあ、求めることっていうのはやはり攻撃のところでゴールに直結していくような、パスだったりフィニッシュ、まあ、そこでやっぱり変化は見たいかなとは思います。続いてプレミアリーグで対戦経験のある武藤義則選手。プレミアリーグで11年間できる選手なんて本当にほとんどいないと思いますし、強豪クラブで生き残っていた又選手、やっぱ彼の間で受ける力だったり展開する力っていうのはずば抜けてると思いますし、まあ、そういった中で僕らの良さとも融合して、お互いの良さっていうのをなるべく早く理解し合うってことが重要になってくるんじゃないかなと思います。武藤選手とはこのプレミアリーグで対戦してると思いますけど、その時の印象ってどうでした？1対1が強く、スピードを持った選手で、日本に来て彼と接してみてすごくポジティブなエネルギーがあり、素晴らしい人間性でチームにすごくいい影響を与えていると思います。そして守護神前川大也選手は又選手と話をしたそうで、日本文化がすごく好きで、寿司もそうだし、その神社とかも好きだし、本当に日本自体を愛しているっていう感じの人なので、日本での生活はいいんじゃないかなと思っています。食べてみたい和食とかありますか？食べたいものはたくさんありますね。
すでに食べましたけど、お寿司は大好きで、日本のお寿司はレベルが高かったです。あとは神戸ビーフも美味しかったですし、ラーメンとかいろんなものを食べましたけど、本当にどのお店に入っても美味しい。日本は食のレベルが高いので、これからいろいろ楽しみにしています。これ家族も日本に、それとも単身で来てるんですか？パートナーと一緒に来ました。日本に来たいという家族がたくさんいるので、僕が止めないとみんなが来てしまって困るので。みんな来たね。ヴィッセル神戸は今日ホームでセレッソ大阪との一戦。マンチェスターユナイテッド時代のチームメイト香川真司選手との対戦になりますが、本当に素晴らしい選手で、能力も高いしリズムがあって、僕は香川選手みたいなタイプとプレーするのが好きで、ピッチではたくさんの思い出がありますし、休みの日はよく一緒に遊びに行っていました。10年くらい経って日本で戦うことに運命を感じています。いい試合をしてユニフォーム交換ができればと思います。香川真司の、凄さってどこが一番すごいか。香川真司の、凄さってどこが一番すごいか。常に自分の周りで何が起こっているかを把握していて、どこに行けばスペースがあるかを見つけるのがうまい。そしてそこから素晴らしいラストパスが出せるので、僕たちは香川選手にそういったプレーをさせないようにしないといけない。楽しみですね。楽しみ、見たいね。はい、すごく気になりますね。ここでプレゼントのお知らせです。又選手のサイン入りユニフォームを2名の方にプレゼントします。詳しくは番組 X をチェックしてください。なんと今回は又選手に、はい、いやいいですね、サッカーの技術を教えていただけるということで、はい、実際に視聴者の方からの質問で、こう小柄な選手が背の高いディフェンスをこううまくドリブルで切り抜けるにはどうしたらいいのかという質問がありまして、まず一番大事なことは自分の状況を把握することです。自分の体が大きくなく足も速くなければ、相手がどうやって守ってくるかを予測しないといけません。パスが来た時にいいファーストタッチをすれば相手は飛び込むことができないので、もし相手選手が大きければ股の間を抜けばいいよ。なるほど、一つねこう見せてもらいたいですね、なんかね、はい、ドリブルのテクニックを、テクニックを、乗り切ろう、ディラルカーニョ、こういった感じにターンもできるし、おお、パシャメバロン、はい、早いね、やっぱりね、早い、はい、まずはコントロール、コントロールラディスタンシア、コントロールラディスタンシア、相手との距離をしっかりと。あ、はい、距離を保ちながら、近づきすぎても遠くてもダメなんですね。自分の状況をコントロールできる距離感を見つけなければいけません。これはいい、もう見てる子供たち真似してほしいですね。はい、はい、ちょっとまだ、ちょっと子供の上だ、子供に。For my friends in Spain. 友達に送ります。